11月放棄、または、カデットレボリューションは、ポーランド及び、リトアニアで発生したロシア帝国の支配に対する、武装反乱。1830年11月29日、ワルシャワで、ロシア帝国軍の陸軍士官学校に所属する若い、歌カンたちが、ピョトルビソツキに引き入られて放棄したことが発端となった。間もなく、放棄には、 ポーランド社会の大部分が参加した。放棄はいくつかの地域で成功を収めたものの、結局は数の上で圧倒的に優位なイヴァン・パスケビチ将軍率いるロシア軍に鎮圧された。ポーランド分割後、ポーランド・リトアニア共和国は独立を喪失して国家としての実態を失った。しかし、ナポレオン戦争とロシア及び、 オーストリアに対するポーランド分割期の諸戦争の結果、その丘陵の一部にはワルシャワ公国が建国された。ところが、この新国家もウィーン会議の決議によって消滅し、再びロシア、プロイセン、ハプスブルク帝国によって分割された。オーストリア・ハンガリーは旧共和国の南端部の一部を併合し、プロイセンは西部を奪って、 半日的なポズナン大公国を創設し、分割において指導的な役割を果たしたロシアは、丘陵の残る大部分に、半日的なポーランド立憲王国を置いて、これを支配した。間もなく、立憲王国は、かなり大幅な自治権を有するようになり、ロシアの支配にも、間接的に従属するだけだった。ロシアと、立憲王国は、人的同訓連合であり、 ロシア皇帝がポーランド王を兼ね、ポーランド国家は独自の政務と政府を有し、裁判所、軍隊、国家財政の面でも独立していた。しかし、立憲王国に与えられていた自由は徐々に削減され、憲法は次第にロシア当局から無視されるようになった。アレクサンドル一世は正式にポーランド王として体感することはなかった。その代わり、 皇帝は憲法に違反して弟のコンスタンチン・パブロビチ大公を総督に任命した。ウィーン会議での決議が調印されて間もなく、ロシアはこの決議を尊重しなくなった。1819年、アレクサンドル一世は立憲王国における出版の自由を取り上げ、検閲を導入した。ニコライ・ノボシリセフ伯爵に率いられたロシア秘密警察は、 ポーランド地下組織への迫害を開始し、1821年には、直令によって、フリーメイソンが禁止された。を制定した、政治運動の中心的存在で、ポーランド分割後もポーランド国内の自治拡大及び、民主化のための運動を主導していた。1825年、政務の議事進行は、非公開となった。 同君連合を支持する大多数のポーランド人政治家の抗議にもかかわらず、コンスタンチン大公は当時のヨーロッパで最も進歩的だったポーランド憲法を遵守することなく政治を運営した。大公はポーランド人の社会組織や愛国者組織、カリシュ派の自由主義的な反体制運動を迫害し、重要な行政官職をポーランド人から奪って、 ロシア人に与えた。ポーランド人、ヨアンナ・グルジンスカと結婚していたにもかかわらず、大公は一般的にすべてのポーランド市民及び多文化民主主義の敵とみなされていた。さらに、コンスタンチンがポーランド軍の司令官だったことは、士官学校内で深刻な対立を引き起こした。こうした不和のため、立憲王国中で軍隊をはじめとして様々な 陰謀が計画されることになった。軍事衝突の始まりは、ピョトルビソツキに指導された若い士官学校の生徒たちが陰謀を計画し、1830年11月29日に武装して、コンスタンチン大公の居所であるベルベデル宮殿を襲った事件だった。ワルシャワに放棄を広げたのは、ポーランド軍を動員して、 フランスの7月革命とベルギー革命を鎮圧しようというロシアの計画が明確にポーランド憲法に違反していることだった。反乱者はベルベデルになだれ込んだが、大港は助走して宮殿を脱出した。反乱者は市の中心にある武器庫に向かい小競り合いの後でこれを占拠した。翌日、武装したポーランド市民がロシア軍をワルシャワの北方へと撤退させた。 この事件は、ワルシャワ放棄ないし11月の夜と呼ばれている。11月29日夜の事件は柴叩く間に広まり、驚きをもって迎えられた。ポーランド政府が、直ちに召集され、この事態を統制するための方策と今後の一連の行動について協議した。 不人気な閣僚は更迭され、元ローシア外務大臣のアダム・イエジ・チャルトリスキ皇を、歴史家のユリアン・ウルシン・ニエムツェビチ、ユゼフ・フーピツキ将軍のような人物が、新たに政府に参画した。チャルトリスキ公を中心とする皇帝中正派は、すぐに、コンスタンチン大公と交渉を開始し、事態を平和裏に解決しようとした。しかし、 ジャルトリスキがコンスタンチンは攻撃者を許すつもりであり、事件を穏健な形で収集する気でいると告げると、マウリツ・モフナツキらの急進派は奮撃して、和解を拒み、国民放棄を開始することを要求した。ロシアとのいきなりの交戦を恐れた政府は、コンスタンチンとロシア軍を引き離すことに同意した。モフナツキは新しく任命された閣僚たちを信用しておらず、 政府の中身を自らの組織した愛国協会の人々に変えようとした。12月3日にワルシャワで大々的な自行動が行われ、モフナツキは政府と市外で野営していたコンスタンチン大公を公然と非難した。モフナツキは戦争による荒廃を免れさせ、ポーランド本国の食料供給を確保するため、リトアニアでの軍事遠征を主張した。 彼ら愛国協会は政府に多くの要求を突きつけた。その中の主な項目には革命政府の樹立とコンスタンチンが率いるロシア軍部隊に対する即時攻撃などがあった。ヴィンセンティ・クラシンスキ伯爵とジグムーンとクルナトフスキ、伯爵の二人を除くほぼ全ての将軍がポーランド軍を率いて放棄に参加した。放棄以前の内閣から残る4人の閣僚が 行政評議会から追い出され、モフナツキ及び、彼を支持するヨアヒムレレベルら愛国協会の3人のメンバーが後釜に座った。新しい政府は、臨時政府と呼ばれた。この一連の行動を正当化するため、臨時政府は政務を召集し、1830年12月5日、政務は、風筆付きを、放棄における、独裁官であると宣言した。風筆記本人は、 この砲儀を狂気の沙汰だと考えていたが、強い圧力に屈服して、しばらくの間軍隊を率いることに同意した。しかし、真珠では密かに、ポーランド軍の敗北を望んでいた。彼は、多くの勲章を持つ歴戦の優勝だったが、コンスタンチン大公にいいように騙されて退役していた。フーピツキは、ロシア帝国の力を過大評価しており、 ポーランド革命運動の熱狂的な力を過小評価しすぎていた。その気質と信念から風ツキはロシアとの戦争に勝てるとは思えず、この戦争に反対していた。彼は国内平和の維持と憲法五字だけを望んで独裁官職を引き受けた。ポーランド人は皇帝ニコライ一世が兄コンスタンチン大公の窮地に気づいていないと信じきっており、 王旗は、ロシア当局が、憲法の遵守を認めることで沈静化するかもしれないため、風ツ旗はまず最初に、フランチシェク・クサベリドルスキル別機構を、サンクトペテルブルクに派遣して、交渉を行わせた。風ツ旗は、ポーランド軍の強化を控え、軍事攻撃によって、ロシア軍をリトアニアから撤退させるべきだとする意見を、退けた。しかし、 ワルシャワの急進派は戦争とポーランドの完全な自由を要求していた。12月13日、政務はついにロシアに対する市民放棄を宣言し、1831年1月7日にドルツキル別機構が何の情報も得られないまま帰国した。ツーリはポーランドの完全かつ無条件の降伏を要求し、ポーランド人は 皇帝のご慈悲に従うべきであるとの宣伝が出された。しかし、皇帝の意図は、風筆記が、その翌日に独裁官を辞任したことで挫折した。ポーランドの政治権力は、今やヨアヒムレレベルに引きられる、愛国協会に集まった、急進改革派たちの手に渡った。1831年1月25日、政務は、 ニコライ一世を廃位する内容の法令を通過させ、ロシア・ポーランド同訓連合を法的に解消した。これはロシアに対する宣戦布告をしたも同然だった。そして、ポーランド市民は、独立した人々であり、王にふさわしい人物に、ポーランド王冠を差し出す権利を有し、その人物は、自らが誓った心情を異論なく遵守し、 誠意をもって、市民の自由を保障する制約を尊重するべきである、という宣言が出された。1月29日、アダム・イエジ・チャルトリスキを主犯とする、国民政府が樹立され、ミハウ、ゲデオン・ラジビウが風付きの辞職した、独裁官職を引き継いだ。風付きは、説得を受けて、軍を指揮することに同意した。 ストチェクの戦いオルシンカ・グロホフスカの戦い武装した、軍手を指揮するエミリア・プラテル、オストロエンカの戦いユリュシュ骨クが放棄を検証した、リトアニアの50リタス記念効果リトアニアを主戦場にしようというポーランド側の構想は、実現させるのが遅すぎた。数日後、陸軍元帥、ハンスカールフォン・ディビッチが率いる11万5000の、ロシア軍の聖が。 ポーランド国境を通過した。最初の大規模な戦いは1831年2月14日、ウツク近郊のストチェク村で起きた。このストチェクの戦いで、順将ユゼフ・ドベルにつき期間のポーランド騎兵隊は、敵将テイオドル・ガイスマル率いるロシア部隊を打ち負かした。しかしこの勝利は、多くの犠牲を出して勝ち取られたもので、 さらにロシアのワルシャワへの進軍を押しとどめることはできなかった。ドブレ、バベル、ビャオオンカでの戦いは両軍とも決定的な勝利を得られなかった。ポーランド軍は首都防衛のためビスワ川の右岸に集結した。2月25日、およそ4万人のポーランド軍軍隊はワルシャワの東で6万のロシア軍と衝突し、オルシンカ・グロホフスカの戦いが始まった。 両軍は二日近くの激戦の末に多くの犠牲者を出して双方とも撤退した。七千人のポーランド兵が戦死したが、ロシア軍側の戦死者はおそらくさらに多かった。リービッチはシェドルツへの撤退を余儀なくされ、ポーランド軍はワルシャワ防衛に成功した。封ピツキは一連の戦いで、 勇猛さを発揮したものの、オルシンカの戦いで負傷してしまい、司令官の地位を、ヤン・スクシネツキに譲った。スクシネツキは、フーピツキと同様、ナポレオンの下で武功を立てて、名声を得た人物で、やはり、コンスタンチン大公に煙たがられて退役していた。スクシネツキも、やはり、ロシアとの戦争を無益と確信していたものの、軍を率いて、 グロホフの戦いを勝利に導いた。無能で決断力のないミハウ、ゲデオン・ラジュビウが独裁官を退くとスクシネツキが後継者とされた。彼はロシアの軍司令官との交渉によって戦争を終わらせようとし、ポーランドに有利な形で外国が朝廷に出てくることを望んでいた。ポーランドの自由回復の悲願はヨーロッパ中から大きな共感を得た。 パリでは、ラファイエット公爵の主催でポーランドを熱狂的に支持する集会が開かれた。アメリカ合衆国では、ポーランド独立の大義のため募金が集められた。しかし、フランス政府とイギリス政府はこれを心よく思わなかった。ルイ・フィリップは、自身の新政権がヨーロッパ諸国に正当な政府として認められることばかり気にしており、 パーマストン教は親ロシア派で知られていた。イギリスはこの事件がフランスの革命精神の再覚醒につながるのを恐れたし、ロシアが弱体化するのを望まなかった。パーマストンは述べている、ヨーロッパは秩序という大義のために間もなくロシアの国際貢献を必要とするだろう。そして、ポーランドがフランスと同盟を結び、フランス領、ビスは県になってしまうのは避けねばならない。 オーストリアとプロイセンはロシアに好意的な形での中立を選択した。日国は自らの領有するポーランド地域を封鎖し、一切の軍需品を立憲王国内に持ち込ませないようにした。こうした状況下でロシアとの戦争には暗く不安な見通しが立ち始めた。ポーランド人たちは必死に戦い、ボウイン、ポドレ、ジェマイティア、 リトアニアを反乱に借り立てようとした。若き白爵夫人エミリア・プラテルと数人の将軍たちが起こしたリトアニアでの放棄を除けば、こうした旧ポーランド・リトアニア共和国領の辺境地域でのゲリラ戦は大した効果を持たず、ロシアに地域の活力を削ぐ機会をいたずらに与えただけになった。中でも、 ロシア軍の悪名を高くしたのは、リトアニアのオシュミアナという小都市での住民に対する虐殺だった。一方、ポーランドには、ミハイル・パブロビーチ大公に率いられた新たなロシア軍が到着したが、ポーランド人に何度も敗北していた。しかし、工場的な戦争と、8000人のポーランド兵が命を落としたオストローエンカの戦いのような、血生な臭い戦闘が繰り返された結果、 ポーランド軍はかなりの消耗を見せ始めた。将軍たちの失策や相次ぐ交代と辞職、外国の調停を望む総司令官のやる気のなさなどが軍隊の間の絶望感をさらに助長した。最も急進的な民主派は臨時政府内の混乱の結果生じた決断力の不足のみならず、臨時政府が農地改革に消極的なことや、 農民の土地保有権を認めないことを批判し始めた。しかし政務は、ロシアとの戦争が、ヨーロッパ諸国に、社会的な、革命だとみなされることを恐れ、急進派への情報を引き伸ばしてこの問題を棚上げに、していたのである。このため当初は激しかった農民たちの戦争への、熱狂は冷めてゆき、国民政府の消極性が露呈し始めた。この時期、 ロシア軍では戦病死したディービッチュンに代わってイヴァン・パスケビチ将軍が指揮を任されワルシャワの包囲に取りかかった。スクシネツキはロシア軍の結集を止めることに失敗し、政務は彼を総司令官から罷免してヘンリク・デンビンスキ将軍に一時的に葬式を取らせるよう求める市民の要求を飲んだ。状況はすっかり様変わりしていた。暴動が発生し、政府は 混乱をきたしていた。ヤン・クルコビエツキ白爵が新たに統治評議会の主犯となった。彼は、ポーランドの軍事的勝利をほとんど信じていなかったが、この熱狂状態を沈めれば、より有利な条件で戦争を終わらせることができると考えていた。ユゼフ・ソビンスキ将軍の決死の防衛も虚しく、ワルシャワ郊外のユダヤ人の自治市ボーラが9月6日に、パスケビチの手に落ちた。 翌日、ワルシャワ防衛軍の第二戦線が、ロシア軍の攻撃を受けた。9月7日の夜に、クルコビエツキは降伏したが、ワルシャワはまだ持ちこたえていた。クルコビエツキはすぐに退けられ、ボナベントラ・ニエモヨフスキが新たなポーランド政府の最高責任者となった。軍と政府は、ビスワ川のアゼに置かれた、モドリン要塞に逃げ込み、 その後ポロックに撤退した。ジローラモ・ラモリーの帰化のポーランド戦鋭部隊が、オーストリア領ガリツヤを通過後に降伏し、主力軍への合流が不可能になったというニュースが、もたらされると、政府は方針を変える必要に迫られた。もはや戦争の継続が不可能なのは、明らかだった。1831年10月5日、2万人のポーランド軍の残党が、 ロシアに屈服するよりはマシだと判断し、プロイセン国境を通過して、ブロドニツァで降伏した。ストルイエンスキという名の大佐ただ一人が、特別の優遇を期待して、ロシアに降伏した。ドンブロフスキのような全世代の将軍の例に習い、ユゼフ・ベム将軍も、プロイセンとガリツヤで、ポーランド軍を立て直して、フランスに率いていこうとしたが、プロイセンは、 デムの計画を邪魔した。これにより、プロイセンに逃げたポーランド軍は50人内市100人単位で、ドイツ中の様々な地域を放浪せざるを得なくなったが、プロイセン中央政府の意向とは裏腹に、彼らが通過した、ドイツの諸国の各地で現地の市民による熱狂的な歓迎を受けることとなった。ザクセン王アントン、ザクセンバイマル対抗費。 ザクセンコーブルクゴータコーエルンストラ何人かのドイツ君主たちはこの騒乱を支持して咲いた。しかしドイツ中で設立されたポーランド問題に関する委員会はロシアの強い圧力で全て閉鎖することを余儀なくされた。ポーランドのプロメテウス・オランス・ベルネが 失敗した11月放棄のグーイ・アダム・イエジ・チャルトリスキは、ロシアとの戦争は1830年11月に、若い愛国者たちが無定権に引き起こしたもので、早すぎたにせよ、遅すぎたにせよ、時期が悪すぎたと述べている。1828年のロト戦争中に放棄を起こしていれば、ロシアがポーランドにこれほど大規模な軍隊を投入することはできず、 展開は違っていただろうという意見もある。ロシアのプジレフスキー将軍をはじめとする多くの軍事評論家は、二国の間には視力に大差があったが、ポーランドが常に好機を捉えて行動し、巧妙に軍事作戦を展開したとみている。ロシアは18万のよく訓練された兵隊を送り込んだ一方で、退治するポーランドは兵力7万人で、その30%が、 海戦時に雇われたばかりの新兵だったにもかかわらずである。ポーランドでは放棄したポーランド人の無政府状態と団結力の無差がポーランド市民の敗北の原因だったという見方もある。反乱が本格的に始まった時、人々は意見の分裂が敗北を招くのを恐れ、何の批判もなく指導者に先制的権力を与えた。フンにも、 過去の功績から期待されて指導者に選ばれた人物は期待された指導力を発揮できなかった。さらに彼ら指導者の多くが時期の悪さから放棄の成功を信じていなかった。軍事的にはポーランド軍がもし戦線をオリトアニアに置くことに成功するか、ポーランドに攻め入ったロシア軍を分断できていれば成功した可能性もある。 ポーランドからフランスに亡命した女性たちは、故郷の喪失を悼むために黒いリボンと宝石をつけていた。1999年に公開されたアンジェイ・バイダ、監督の映画作品、パン・タデウシュ物語の冒頭には、同様の姿をした女性たちが登場している。ステファン・キーニョクス、アンジェイ・ツァーホースキー、ワデス・スアベ・ゾジュースキー、タシー・ポステーニア・ナリド、 ワルシャワ 1992p273http コロンスラッシュスラッシュ www.historycy.org スラッシュインデックス .php ショートピックイコール 2146& ショートトンイコール0 http://www.historycy.orgslashindex.php ショートピックイコール 2146& ショートトンイコール 15-http コロンスラッシュスラッシュ www.historycy.org スラッシュインデックス .php ショートピックイコール 2146& ショートトンイコール30ありがとうございます